ピリララポポリラケンベルト、はるかちドレミ役千葉千恵美です。よろしくお願いします。バイバイポーバイブーアブアブー、藤原葉月役の秋谷智子です。よろしくお願いします。ポメルクーラルクーラリローリポップみんな会いたかったでー、瀬戸愛子役の松岡優希です。よろしくお願いします。プリリンプリンパーミパーミパー、みんな楽しんだかな。瀬川音符役のシシドルミです。よろしくお願いします。ヘルータンペットンパラリラポン、 Thank you for coming。 アスカモモ役の宮原のみです。よろしくお願いします。ピピッとプリットプリターンケンペルト、春風ポップ役石毛沢です。よろしくお願いします。ハッピーとラッキーを届けてくれるものですね。で、あのハッピーラッキーみんなに届けてものすごいいい言葉だなと思っていて、あのドレミのなんていうのかな、あったかい世界観とか優しさとかすごく象徴した言葉だと思って、すごく好きな言葉なんですね。で、まあ、ドレミを思うといつも私はハッピーだし、ドレミに出会えてラッキーだなと思ったのでこの言葉にしました。私は、ホームスイートホームって書いたんですけど、あの訳すと実家、はいなんかこう実家ってさっきもあのねあのお話があったように、こう私たちもドレミ、私はドレミに入った時って何歳だったんだろう、19歳とかそれぐらいだったんですけど、あのドレミに出会って初めてその声の仕事っていうのがすごく大事に思えたりとか、これからもずっとやっていきたいってあの思えた場所だったんですけど、なんかこう成長していってこうみんな大人になっていくにつれていろいろあるけど、でも実家ってこう常にあの戻っても温かく迎えてくれる場所というか、だからドレミっていうのは私にとっても多分みんなにとってもあのホームスイートホーム、実家みたいなもんなんじゃないかなと思って、はい、この言葉を選びました。私は道しるべです。ちょっとネガティブになりそうだなと思った時に、あ、いかんいかん、これは音符ちゃんが悲しむとか、音符ちゃんをこうお守り代わりにして生きてますなんか自分の居場所を常に照らしてくれる存在なので、お邪魔女ドレミっていう作品は、でいろんな人とこうやって今日もね、あのこのキャストの皆さんとかこのお客様とかスタッフの皆様と出会わせてくれるっていうので、私の中で人生の道しるべです。ちょっと音符ちゃんとちょっと似ちゃうんですけれども、人生の道という字を書きました。道しるべとはまたちょっと方向性が違うんですが、私に対しとってのターニングポイントになった作品だなと思っています。人生の中でってターニングポイントって、大きいのって必ずこうゴンゴンと訪れるタイミングがあると思うんですけれども、まさにこの作品が私のターニングポイント、大きく道がパカッと2つに分かれる1つに、ドレミがあったなと思って、でこの方にちゃんと歩めてこれたからこそ今の私がいて、そして、ずっとそばにいてくれたキャラクターだったなと思っています。劇場版にたどり着くまでもちょこちょこといろんな形で、ドレミに携わってこれたので、ずっと人生の道の傍らずっとそばにいてくれたのが愛子だったなと思っています。すごい、幸せに感じてます。ありがとうございます。私にとってお邪魔女ドレミは宝物です。たくさんのキャストのみんなと出会わせてくれた作品ですし、あのいろんな最初の始まりの頃からたくさんの場所をデパートの屋上とかで歌わせていただいたり、本当にいろんな方と出会わせてくれた、すごくとても大切な作品で、あのこれお邪魔女ドレミの葉月ちゃんをやって、あの私の心も本当に豊かになっていったなっていうのをすごく感じていて、その宝物がこうどん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 4年間もちろんやっていた時もあのたくすごく大きくなっていったんですけども、こうして20周年を迎えられて、またたくさんの方に見ていただいて、たくさんの方と出会う機会があって、あの宝物が本当にすごく大きく
なっているなっていうのを自分の心の中ですごく感じているので、はい、宝物になりしました。つながり、漢字で書こうとしたらすっごい難しくてひらがなにしました。この作品、おじゃ魔女ドレミ、そして魔女見習いを探して、もうすごくたくさんのスタッフさんだったり、いっぱいの人が関わって出会えて、でそこそ前回の劇場の時担当してましたみたいな人とかに会えたりとか、あ、なんか一回の仕事だったらそこで終わってしまうようなのが、このドレミに関しては本当にこう20年経ってもつながっていて、でその時の本当にキャストとかもすごく仲良く、未だにね、お茶したり遊んだりしてくれるし、であと本当にこの作品を好きだって言ってくれてるみんながこうやって、多分当時はちっちゃかったですよね、きっとねそれが大人になって、自分の足で自分の意思でこうやって来れるようになってっていうのも、すごく素敵なつながりだなと思って、本当にこの作品のおかげで私はたくさんの人に会うことができて、すごく感謝しています。